こんにちは、カナンセです、ヒールクラスを担当しております、私のヒールレッスンでは、まずヒールでの立ち方、そして歩き方や、ヒールの基礎重心の、乗り方とかそういうことをたくさん、やってから、それを振りに盛り込んだ、もりもりなレッスンとなっております。皆さん、ぜひぜひヒールに興味ある方、ヒールで踊ったことないけどちょっとなんか女性らしい動きをちょっとやってみたいなとかそういう方がいらっしゃいましたらぜひぜひ、挑戦してみてください。クラスの雰囲気は、結構なんか東京から来てる先生だしなんか怖いなっていうイメージとかあるなって言われるんですけど、そんなことは全然なく、イエーイっていつも盛り上がってやってますので、こうイエースっていうこうのを感じたい方々はぜひ、いらしてみてください。はい、私がレッスンで使う曲は私自身がイエースってなる私が感じやすい私がいいなと思った曲で、振り付けをすることにしてるので、私は結構80年代90年代の、R&B だったりとか、なんだったらもうちょっと昔のこう曲っていうのがすごく心地いいなと思うので、そういう曲を、たくさん選んでレッスンをしております。好きなアーティストですか？好きなアーティストは、シャーデイが好きです。私のね名前がカナンセなので、実はカナンセという名前は、ビヨンセから来ていまして、もちろんビヨンセも大好きなのでたくさんレッスンでビヨンセを使っていることもあります。はい、そして、私は最近ですねこのご時世のこともあったんですけれども、やっぱり動画に、動画作品などを作って、そして、普段レッスンでやったことっていうのをこう作品にしていくという作業、ビデオに撮ったりとか、実際にこのシアターという素晴らしいこう名古屋の施設を使わせていただきまして、こうビデオ動画を残していくというものに、私個人がちょっとやりたいなと思う気持ちがありまして、今後もそういうふうに、作品を作っていこうと思っていますので、ぜひぜひレッスンでヒールをの、スキルを鍛えていただきまして、そして、作品にもぜひ出演していただけるようなやる気のあるパッションあふれる生徒さんもお待ちしております。ダンス以外で好きなもの、私はですね、意外って言われるんですけど結構テレビっ子なんですね。でテレビをよくつけっぱなしでいろんな作業とかをするんですけど、お笑いがすごい大好きで、バラエティは大体見ます。あとは、たまにお料理をします。たまにお料理をします。飲みながら、お酒が好きなので飲みながら料理をしたりしますという生活を送っております。カナンセでした。